2歳違い。2歳です。じゃあお姉さんのプレーを見て面白そうだなと思ったって感じですか。はい、はい、それは何年生の時ですか。小学4年生から始めました。その時のなんかハンドボールやってみて感じはどうでした。やってみて結構投げることがドッジボールとか好きだったので、なんかでずっと続けていこうと思った理由は、一番は何になりますか。ずっと続けていこうって思ったわけじゃないんですけど、なんか気づいたら続けてたって感じです。でもハンドボール好きなんですよね。はい。で一番その好きなところはどんなところですか。好きなところ、なんか普通に生活してたら味わえない、なんていうか駆け引きっていうか、人をなんか騙せた時とかがすごい面白いなって思います。フェイントとかをいつも考えてるんですか。フェイントとかシュートって思った時のフェイントとか、フェイントって思った時にうわっていうなんか不意をつかれる感じができた時に嬉しいって思います。盛り上がるし、なんかあったっていう感じが好きです。じゃあ今までやってスカイの中でなんかこの試合のスカイ良かったなと思えてるやつあります。試合です。試合だと練習の時に決まったのが一番いいってこと。え、はいはい、まだ頑張ります、これからじゃあこれから頑張らないといけないね。はい、はい、あと今、自分でチームの中ではどんな役割かなって思います。4年生が抜けて、次3年生になるんで、そこで自分が上級生として引っ張っていかなきゃいけないなって思うのと、後輩がどんどん増えるので、そこを今までは自分がどう生きるかっていうか、自分のプレーをどうするかを考えたんですけど、チームがどう、なんていうんだろう、活躍できるかを考えて、周り見ながら行動していかなきゃいけないかなと思ってます。去年は結構ポジションの人が怪我しちゃって、それからずっと試合に出るっていう感じだったんで、結構プレッシャーもあったんですけど、なんかチームとしてみたいな、なんていうの、責任っていうプレッシャーはあんまなくて楽しくできたので、そこはすごい先輩たちが支えてくれてありがたかったなと思います。あとコートネームは何ですか。糸です。糸、はい、それ由来は白梅学園出身なんですけど、の白でホワイト糸です。それ気に入ってますか。はい、可愛いです。
で得点できる、なんか困った時に自分で自分を頼れるようになろうと思って今頑張ってます。具体的にはそのなるためにはどんな練習してるんですか？まずディスタンスシュートのタイミングをずらしたり、バリエーションを増やすことを意識して、それでディフェンスが出てきたらカットインできるように練習しています。出来上がり具合というのは今どんな感じですか？まだ全然です。まだこれからって感じ。はい、はい、じゃあ今シーズンはこんなプレーをしたいなって思います。シュートのバリエーションでステップシュートをちょっと極めていきたいなと思ってるので、それを重点的にやってます。じゃあ今シーズンの目標を教えてください。昨シーズンは結構自分のことで精一杯っていう感じだったので、もっとなんか視野を広げてチームにどう貢献できるかっていうか、どうやってチームを良くしていくかを考えて練習から行動していけるように